渡辺龍馬さん、試合中にちゃんとお口ずさむ。コーナーキック。コーナーキック。やっぱり歌ってたよな、もう根っからの浦和の男じゃない。レッズのこと好きすぎだろ。さすが浦和レッズ大好きっ子。出場停止とかでメンバー外になったらゴール裏にいそう。お前 FC 東京の時代も実は浦和の試合見に来てゴール裏で飛び跳ねてただろ。プライドを分らは歌ってるってのがまた最高に最高。俺が一気に龍馬を好きになった瞬間である。これはファンの心をつかむよな。